腹筋を鍛えたい方、お腹全体が出てしまっている方、下腹がどうしても引っ込まない、そういった方に今回おすすめなエクササイズを紹介していきます。今回の動画を最後まで見てもらうことで、腹筋が鍛えられて、お腹全体がへこんで、下腹がへこんでくる、そんな最高のエクササイズを知ることができます。最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、腹筋、腹横筋、下っ腹、この3つを鍛えるためのやり方を各10秒3種目紹介していきます。各10秒3種目しますので、全部やる方は30秒、気になる分だけやる方は10秒でいいです。ぜひ自分に合った動画をお付き合いください。そして今回、お腹が気になってエクササイズをしても、どうしても腰が痛い、どうしても腹筋に効きにくい、そういった方にはね、おすすめのやり方になってます。通常のやり方で腹筋にしっかり効く方は、まあ、今までね、いろんなやり方載してますけども、まあ、自分に合った分をしてもらっても OK です。だけど今回は腰がやっぱりなんか使い方が悪い、腰が痛い、腰が伸ばされる、そういった方におすすめな方法です。やり方としては、フロッグクランチ、フロッグレッグレイズ、フロッグデッドバグ、この3つをね紹介します。フロッグ、いわゆるカエル足で行います。カエル足で行うことによって、骨盤を外旋することができますので、外旋できるとお尻が締められて、腰が丸くなって、よりお腹に力が瞬発的にね、入るようにできます。そして腰を丸めた状態でしっかり動くことによって、呼吸と合わせるとですね、腹横筋が鍛えられて、お腹全体が出ている人にはお腹を引っ込める力が身につきます。そしてレッグレイズ、カエル足でレッグレイズすることによって、腰が浮かずにお腹にしっかり効かすことができるので、お腹が伸ばされずに腹筋しっかり効かすことができます。しっかり下腹を使うことができます。それではやり方を一個ずつ紹介していきます。一つやり方を紹介して実践、もう一つやり方を紹介して実践という風に3種目やっていきます。それではまずフロッグクランチから紹介していきます。はい、まず腹筋鍛えるのにおすすめなのがフロッグクランチです。足の裏を合わせて足をくの字、こういう感じです。これで腰を床につけて、手を頭の後ろに置いて、こういう感じです。起き上がった時に足の間から向こうが見える感じで起き上がっていきます。これを10秒間しますので、まあ、1秒1回のペースで10回一緒にやっていきましょう。呼吸は起きるたんびに吐きます。寝たら吸います。スマホは横に置いて一緒にやっていきましょう。まずは寝っ転がって足の裏を合わせます。足少し持ち上げます。この時に足閉じたら分かると思うんですが、足を閉じると腰に隙間ができやすいです。できない方は OK です。できる方はこの状態から足を開くと腰がつけやすくなります。腰がつけられると腹筋に効きます。この状態でクランチをします。手は頭です。腰が反れないように腰をつけたまま動きます。いきましょう。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 今のでしっかり1回ずつ息を吐けばさらに効きます。次はレッグレイズいきます。レッグレイズも一緒です。足をカエル足にしたままで腰が反れないように、これで足を離してしまうと足を下げた時に腰に隙間ができてお腹に効きにくくなります。なのでカエル足を作って、手を下ついて、頭は首が疲れちゃうから寝ます。これで腰が反れないように上げます。今の時になぜカエル足にすると効くのか、足を縦にしてしまうと
レッグレイズの時に前もも使って腹筋の負荷が逃げてしまいます。だけどカエル足にすることで使っても内転筋と腹筋で足を上げるので、内転筋というのは少し弱いはずです。ですので足に力が入りにくくてお腹にその分効きやすいという感じになります。これでしっかり下腹をね鍛えていきましょう。それでは10回いきましょう。足を上げるごとに息を吐きます。足が下がったら吸います。いきます、スタート。1、2、3、腰が反れないように、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 今ので腹筋内転筋が鍛えられました。腹筋でも下腹部がメインです。腰をしっかり丸めることによって骨盤が立てられて反り腰が改善されて姿勢が正されて下腹がへこみます。最後にお腹全体が出てしまう方、フロッグデッドバグです。10秒間息吐き続けます。1セット、最後の種目頑張りましょう。最後のフロッグデッドバグは手で膝を押さえます。こういう感じです。これで腰をしっかりつけて息を細く長く10秒吐きます。それでは行きます。スマホはそばに置いてください。行きましょう、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 お疲れ様でした。3種目全部やった方、ご苦労様でした。自分が好きな1種目だけやった方、ご苦労様でした。まだまだいけるよって方はね、もちろん10秒ではなく20秒30秒っていうのを、まあ、2セット3セット行うとしっかり効果的にね鍛えられます。ですが腹筋っていうのはやりすぎた翌日はお腹がやっぱり力抜けますから、翌日お腹が出ちゃいます。ですのでお腹出たらねやっぱり息苦しかったりとか、ご飯食べたら苦しかったりするんで、適度に引っ込めたいって方は毎日1セットがおすすめです。適度に力入れることによってお腹をへこます力が意識できますから、お腹の力も抜けずですね、お腹をへこました生活ができます。おすすめは朝晩2回1日の中でやるのがおすすめなんですけども、まあ、朝だけでも OK です。朝しっかりやっとくとですね、1日結構力入ったまま過ごせますから、朝寝ぼけながらとか歯ブラシした後とか、そういったね日常生活の後ろ前、そこにピタッとねこうはめ込んでもらって日課にしてもらえたらと思います。ということで今回腹筋を鍛えたい、お腹全体が出てしまう、下腹が出てしまう、そういった方におすすめなフロッグ3種目でした。勉強になった方よかったらグッドボタンやコメントよろしくお願いいたします。各種 SNS も行っております。説明欄にリンク貼ってますので、よかったらリンクのフォローもよろしくお願いいたします。トレーニングの経過やトレーニングの質問、もちろん YouTube のコメントでも返してるんですけども、見れないコメントもあったりします。なので Twitter アカウントでフォローしてもらって、ハッシュタグタートルフィットネスをつけてもらって投稿してもらったらですね、ほとんど確認できます。コメントいただいたこととか返信できますので、よかったらそっちの方で投稿コメントお待ちしております。今回もご視聴ありがとうございました。